口にしない限り別れじゃないんだよ。それが世界の断り、連環転則だよ。何もビビることはないよ。俺が保証する。私は自分の心に差し込む光を感じたの。そしてあの子の希望に満ちた未来を夢見た。とても幸せだったわ。キスとか？なんでそんなこと聞くんだよ。答えてよ。だからなんでだよ。その射程死亡の少年、道でボコられて病院運ばれたみたいだ。てめえは昔から無責任だ。あんたの力は破壊するためじゃなくて守るためにあるのさ。お母さん、あなたたちはあの子を治してくれるって。とにかく死んだのだ。娘を返して、アルジを返して。バイバイ、ジャーネも。ダメだよ。この前さ、また古っぽいカメラ買ったんだよ。戸塚さん、おい、寝てんじゃねえよ。私の命ごときで世界を元に戻せる。私の人生は呪われている。